あれは何？あれはスケルゾン。スケルトンにもなれず、ゾンビにもなれない悲しい存在よ。あれは？あれはサンドウィッチ。ウィッチをサンドでサンドしたものよ。あれは？あれはエンダラマン。大きくなったらエンダードラゴンになるのよ。あれは何？あれはラブジャー。心ときめいて、ピリジャーがラブジャー。あれは？あれはサイゼ。ガストのライバルよ。あれは？あれはただの変なおじさん。絶対見ちゃダメよ。あれは何？あれは頭うんこおばさん。臭いから近づいちゃダメよ。あれは？あれは近所のポチ。可愛いけど、たまに人を襲うの。あ、パパだ。ふふ、パパったら最近見ないと思ったらゾンビになっていたのね。あれは？あれはガングラスケルトン。チャラくなったスケルトンの慣れの果てよ。あれは？あれはストーカー。絶対見ちゃダメよ。あれは何？あれは何かしら。後で捕まえて食べてみましょう。あれは？そんなに僕のこと見て、やっぱり僕のこと好きなんでしょう。あのモブ強い？あれはウィザードラゴン。最強と最強が組み合わさったモンスターだけど、体長2センチだから踏めば終わりね。あれは？あれは薬をなくしたウィッチね。薬がなければただのおばさん。ビンタで一撃よ。あれは？あれはレッドアイズブラックホグリン。隣にブルーアイズホワイトホグリンもいるわね。中二病のただの豚よ。捕まえて食べましょう。あれは？あれはシンプルなエンダラ。首をねじり切れば終わり。私なら6秒ってとこかしら。あれは？あれは未来型猫型ロボットね。地球破壊爆弾を持ち出す恐ろしいロボットだけど、ドラ一でおびき寄せればかかと落として一撃ね。ママに勝てるモブはいないの？ハルクの可愛さだけには勝てないわ。ここからはコメントでみんなが考えてくれたモブを紹介していきます。みなさん、たくさんのコメントありがとうございます。ブタスケ、スケルトンとブタが合体したモブ。ブタにもなれず、スケルトンにもなれなかったとかどうですか？ブタと骨の融合、これが本当の豚骨ね。捕まえてラーメンにしましょう。ウィッピ、ゾンビにもウィッチにもなれない。どっちになったところで幸せはなさそうね。前に登場したスケルゾンと意気投合できるんじゃないかしら。イレイはアレイとイカ。顔がイカになるだけで絶望的に可愛さゼロね。ゴーピー、ポピー型のゴーレム。あら、可愛い。お庭にたくさん咲かせたいわ。気持ち悪いけど。犬ドラ。ここからは似たもの3兄弟を紹介します。クリーパーの胴体、顔はゾンビ。アレーパーはアレックスとクリーパー。クリーパーウーパーとか。みんなクリーパーと合体させるの好きね。じゃあ最後に、個人的にツボだったやつを発表します。はい、本当に意味が分かんなかったけど、はい、笑ったでしょう。お願いします。ラベンダーおじさん。ラベンダーおじさんって何？ラベンダー全然見分かんなかったんだけど、めっちゃ面白い。ラベンダーおじさん。今回一部しか紹介できませんでしたが、たくさんのコメント本当にありがとうございます。また続編を出していきたいので、これからもいっぱいコメントで新しいモブを教えてね。変なモブばっかりと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。またね。バイバーイ。チャンネル登録よろしくね。